こんばんは、ハムオです。今回は、昨日行われた国営放送の情報をまとめていこうかなと思います。ただね、国営放送の内容かなりのボリュームがあったので動画を2つに分けていて、おそらくね同じ時刻には投稿されてると思うんですけど、 FF9 コラボに関する動画は別の動画でお話ししているので、よければ見ていただけると嬉しいです。この動画では、4周年アップデート内容を見ていこうかなと思います。今回はこんな感じでお話ししていきます。ワールドワイド版になってから周年のイベント自体は11月1日から開始するので、まあ、コラボとかもね11月1日から開始になるんですけど、まあ、周年の日11月14日もちゃんとアップデがあって、今回、毒蛇大闘数でいいのかな、これ読み方ちょっと合ってるかわかんないけど、新しいイベントストーリーが追加されるそうになってます。見てわかる通り、親世代ですね、エルデとかヘレナとか、ムラガとかその辺の若い時代の話になってて、だいぶねインパクトは強かったかなって感じですね。ちなみに今回の4周年のキービジュアルになってる若いエルデとヘレナの絵に関しては、まあ、滅ぶ石として実装されて、周年の日にプレゼントされるそうです。まあこのビジョンカードの効果に関しては基本がジョブポイントアップで、クエスト効果で HP アップっていう感じで藤田さんがお話ししてたと思うんですけど、まあ、滅ぶ石の性能の例として言ってただけの可能性もあるので、まあ、ちょっと性能もね追って見ていく形にはなるかなって感じで、今回のイベントでは、まあ、さっきも言った通り、エルデとかの親世代の、まあ、若かりし頃のお話が聞けるという感じなんですけど、まあ、結構ね人気のキャラクターも多いんですけど、王がめちゃめちゃかっこいいのと、グラセラがめちゃめちゃ可愛いんですよね。まあ人によってはアクーリとかムラガとかに注目するんだろうなって感じなんですけど、あまりの王のかっこよさにマジでクーリー目に入ってなかったですもん。すいません、どうでもいいですね。続いて、ヘレナに関してというところで、11月14日から、まあ、こちらのイベントストーリーが開催されるんですけど、これらのキャラクターから代表して、黒バラのヘレナ若かりし頃が実装されます。中旬キャラクターとして実装されるそうなので、11月14日から実装という形になってます。中旬キャラクターで、まあ、特別ねコメントとかもなかったので向上のキャラクターにはなるとは思うんですけど、藤田さんが自らハードル上げていいっていうぐらいには強いですみたいな、お話をされてたので、まず間違いなくぶっ壊れキャラになるんだろうなって気はしてます。特にね FF9 の方の動画でもお話ししましたけど、やっぱり最近魔法アタッカー結構貴重なので、めちゃめちゃ強い魔法アタッカーとして、まあ、光属性に君臨するんじゃないかなというところですね。まあ、武具種はね杖までは確定でいいのかなっていう感じですね。これをメイスって言われることはない気がしてます。というところで、コラボも来て、まあ、中旬キャラクター周年キャラクターも来るというところで、まあ、一体ねどれを引けばいいのかみたいに悩む方もいらっしゃると思うので、まあ、それぞれの考察動画だったりとか、まあ、4周年の優先度ランキングっていうのもまた作っていこうかなと思うので、まあ、よければねそちらも見ていただけると嬉しいです。基本的にはコラボ優先で問題ないとは思いますけどね。続いて4周年キャンペーンというところで、11月1日から12月15日にかけて、最大400連の無料召喚が実施されるそうです。いやー素晴らしい、ありがとうございます。ここで未所持の、ビジョンカードぜひ欲しいという感じなんですけど、まあ、今回の4周年と FF9 コラボを受けて、まあ、新規として厳選層プレイされる方も多いと思うし、復帰してみようかなっていう方も結構多いかなと思うので、最新版の、リセマラカムバック大当たりランキングっていうのもねまた作っていこうかなと思うので、よければまた見てもらえればなと思います。4周年キャンペーンを、まあ、カレンダーにねプロットした画像も出たのでこちらも見ていくんですけど、この前のなんかのイベントだった何だったか忘れましたけど達成してるので、4倍とかすごい数になってます。まあ、この中で注目してほしいのは、まあ、11月1日から始まるセレクエの JP とドロップが4倍になるのと、ハードクエストのドロップが4倍になることぐらいかな。あとはビジョンカードのドロップだったりとか、その辺もねちょっと気になってはいるんですけどね。あと11月の22からは全ユニットの弊社のかけら半減なので、まあ、FF9 コラボのキャラクターに関してはしばらく半減時間が続きそうですね。次が、魔少獣村が降臨マルチクエストというところで、3周年のタイミングかな ?3.5 周年のタイミングかな、ちょっとどっちか忘れましたけど、
どっちかで、行われていた天意討伐のマルチクエストの村画版っぽいですね。結構これは楽しかったので、期待はしてるんですけど、あまりにもね接待キャラ作られすぎると初心者の方とはできないと思うので、その辺の調整だけ、心配だなっていうぐらいですかね。続いて個人的にはかなり嬉しかった情報で、 FFB 本家からベリアスが参戦というところで、11月22日一番最初に実装されるキャラクターとして天風のベリアスが実装される形になってます。入手方法としては、今回はチャレンジミッションで入手する形になるそうなんですけど、今後もチャレンジミッションという形ではなく、都度変わっていくというところっぽいですね。ちなみに幻影戦争では本家のキャラクターは結構性能面として優遇される傾向にあるので、ベリアスに関しては本家でもね結構重要なキャラクターというところもあるし、藤田さんの発言からそれなりに強くてちゃんと使えるという、発言もあるので、宝具のね武具もブラッドソードとか、結構強いものも多いので、新しいセレクエのキャラクターみたいな立ち位置になるんだろうなと思ってます。それよりは もうちょい難しいかもしれないですね。次、今後の環境を支配する属性というところで、シンプルにね、光属性と風属性、結構勢い増すんじゃないかなと思ってます。ジタンだけではなくて、一番最初に実装されるベリアスが風属性っていうのも、やっぱり風を強化しに来てるんだなっていうのを感じるし、もうヘレナに関しては公式確定でぶっ壊れですって言ったようなもんなので、間違いなくこの2属性では、今後対人の環境に出てくることになるのかなと思いますね。なので、風属性、光属性メインでされている方は、朗報だと思うし、土とか闇とか、他の属性使ってる方からすると、この辺のキャラクターの対策は、考える必要が出てくるのかなというところですね。最後4周年のアップデ内容というところで、右のその他に関しては、前回ねお知らせで見たものなので、割愛して、一番最初が滅びジョンカードと書いてるんですけど、こちらに関してもほとんど情報出なかったようなものだったので、実際実装されてからどんなもんじゃって見るのがいいのかなっていうところですね。続いて2つ目、新名石の回収というところで、これはめちゃめちゃ神アップデになってます。内容としては、今まではトラマスに新名石をセットしてて、違うキャラクターで同じ新名石を使うってことができなかったんですけど、今回のアップデートからキャラクターに、新名石をつける形になるのと、どのキャラクターにも1個あれば新名石使い回せるというところなので、大量に作る必要がなくなったという面でめちゃめちゃありがたいアップデートかなと思います。ただもうちょい早くしてほしかった感がどうしてもあるのと、今まで作った何個も同じ効果がある大量の新名石どうしようかなって考えてます。全部かけらにしちゃえばいいんでしょうよね。続いてが、11月に実装される内容になってて、この中で目玉は2つあるかなと思ってて、まず1つがビジョンカード機能アップデート、エルダー覚醒ですね。既存ビジョンカードのさらなる強化、ユニットでいう EX 化みたいなもんだと思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。追加で新素材と、さらにかけらが必要になるので、かけらに関しては、ガチャで引いてくるなり、ビジョンスターとかで使うなりで集めてほしいというところっぽいですね。で、エルダー覚醒して何が変わるのかっていうと、まず一番最初は、ビジョンカードの、ステータス自体が伸びるということです。単純にあるパラメータが伸びるのか、それともないパラメータにプラスされるのかっていうのは分かんないですけどね。で、もう一つがサブ VC にした時の効果の発動率っていうのが変わるという形になってます。ガードスコーピオンはメインにすると攻撃アップ 50% なんですけど、サブにすると半減して 25% になるんですけど、それが 50% とは言わず 60%、70% みたいな感じで上がっていくのかなって気はしてます。ただね、上限があるらしいんで、最後、召喚獣用 SP 追加アイテム実装というところで、現状の召喚獣って限られたパネルの中で、どれを取るかみたいなと部分だと思うんですけど、さらにそのスペシャルポイントを、解放できるようなアイテムが追加されるそうで、もちろん課金とかでも買えるけど、無課金だとしても、クエストクリアしたりとか、ミッション報酬とか、この辺で、もらえるアイテムになってるそうですね。ただ話聞いてて思ったのは、リセットしたらどうなるんだろうなっていうのはちょっと気になってはいるんですけどね。はい、というところで今回は終わろうかなと思います。よければ高評価、チャンネル登録、X フォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。